埼玉トヨペット。初めて GB キャンプに参加されましたが、どのようなきっかけでご参加になりましたか？はい、チームの体制もとても素晴らしくて、埼玉トヨペットさんで走っているチームの先輩にもアドバイスをいただいてお世話になることになりました。チームのメカニックさんたちが夜中まで一生懸命車をメンテナンスしてくれて、で朝になったらもう車が綺麗になってしっかりと走る状態に毎回なってくれているので、とてもドライバーとして運転に集中ができる環境になっているので、すごくありがたいですね。後ろの方なんでね、淡々といって、あとは順位を、できれば上げていくんですけど、まずはノークラッシュの前に決めていきたいと思います。できるかな？やります！車もすごい良かったんですけど、自分 そのレースの経験が少なかったせいで、その抜ける人も抜けなくて、こういう順位になってしまいました。すごい悔しいですね。巻き戻したい気持ちです、やっぱり。もう一回リベンジして頑張りたいと思います。僕は高彦さんです。小塚さんです。よろしくお願いします。お願いします。俺はここで太田ストーブの楽しさというのを経験ができるなっていうのを最初は思ってたんですけど、って思ってやっぱりこうそれを自分だけでとどめとくのってもったいないなっていうふうに思って、そしたらリベンジとか、そういうふうにこういろんな人にこう
と。暑い。去年の最終戦の1個手前が鈴鹿だったんですけど、結局その台風が来ちゃったんで、まあ、晴れた状態でのレースというと僕にとっては初めて の鈴鹿のレースだったので、まあ、不安はすごくあったんですけど、まあなんとか無事に終えることもできましたし、まあ、ポイントも取ることができてよかったかなと思います。中島選手、今日は表彰台おめでとうございます。皆さんのおかげで、チームの皆さんのおかげで3位表彰台を獲得することができました。残念ながらセーフティーカーが入ってしまって、そのままレースは終了してしまったので、ちょっと僕のイメージからはレース離れてしまったんですけど、もう次のスゴにつながるいいレースになったと思います。